売ったら悪いとは言ってない、まあ、そうかもしれんけどもだなって。キャンプはもう忘れよう。なかなかねキャンプって言ってもね難しいから。汗出よる、汗汗など出ん。最後のキャンプ行ったんですが、あのドルフィンの時かな。またおるがこいつ。報告します。課長殿、新型ツッツンは順調に出来上がっているようであります。課長殿、生産は予定より 30% 順調です。奥村パレスを思い出すな。課長殿、これで梶王様に褒めてもらいますね。うむうむ、我々が頑張れば頑張っただけ梶王軍団はどんどん強くなる。そしてこの武器工場でどんどん生産された武器たちがあのマリオの世界を埋め尽くして梶王様のものとなるところを思い浮かべてみようではないか。うっとりうっとりうっとり。こら貴様ら、勝手なことを抜かしてない。世界を支配するのはこのクッパ様だ。貴様のごときに勝手なことはさせん。マリオ、ケンゾル新潟や槍戸引マーク2を倒したというのか。いや、マリオじゃなくて我が輩が主役なんだってば。格好しろ、無視するなと。とりあえず多分課長とかワンパンだろう。パン。ボン。この感じだったら部長も出るな。ドゥルッ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 。なぜみんなマリオマリオと言うのだろう。我が輩のハートはとっても悲しい日。大魔王クッパ、魔導工場、ファイナルファンタジー6を思い出すところか。ここはまたおるし、今回赤か。保留。ちょっとあなたがこの工場の責任者さんなの。あなたたちの武器が襲ってきたおかげで私たちの世界はめちゃめちゃよ。もうこんなことはやめて。それはできない部長。カジオ様を逆らおうとする異物は排除せねばならない。排除？そんな脅しなんか怖くないよ。私にはマリオがいるんだから。これより異物を排除する。ダダッ！走ってくるな。部長がなんぼのもんじゃい。あ、モア。悲しいかな、安直な斧攻撃。ほぼ食らわない。パン。さよなら。怖かったわね。
んな人たちにはさっさと私たちの世界からご退場を願うことにしましょう。社長か。ガーディアン工場長、ついにここまでやってきたのか。しかしそれもここでおしまいだ。これより先はカジオ様のおられる場所、前のようなものなどは立ち入ることさえ許されぬ場所なのだ。セレコン込めて作り上げた究極兵器ラスダーンの餌食となるがいい。工場長、会長まである。いや、キノコはやめてくれ、キノコは。すご。エフェクトすご。マジで絶対死なねえじゃんこれ。クッパ死ぬな。ぬるげえ、いやまあぬるげえだろうな。ティム、本当はガチ強いなよな、こいつも。はっ、パタブ。一命。武器の生産はまだ続いてるな。いるんだマリオ、武器はあそこから生み出されている。足はあの下で武器を作り出しているのだろう。武器の生産をやめさせ最後のスターピースを取り戻すためには火事を何とかせねばダメだ。もう後戻りはできないぜ。僕たちの旅ももうすぐ終わる。その時はさあ行こう。ジーノはぬいぐるみに戻るんだろうな。うん、ネタバレ、ネタバレかどうかは分からんだろう。ポン来るぞカジオ。あ、最後のスターピースがあんなところに。ん？北条見学はもう済んだのか。では最後にこのカジオ様の武器生産実演してやろう。はっ、カジオ、今すぐ武器の生産をやめてスターピースを渡すんだ。ん？そのヒゲヅラはマリオか。うん、どうやらスターピースの取り合いをしなければならないようだな。我が輩の城からさっさと出ていけ。おやおや、お前の城も随分利用させてもらったよ。なかなか快適だったそう。これ以上みんなを困らせないの。早くスターピースを渡しなさい。ふん、ふん。
逆にお前らのスターピースをいただいて楽にこのワールドを手に入れてやる。ワールド、そして願い事の叶わない武器だけの世界を完成してやる。ほい、お前らも叩き直してやる。うっ、ドゥ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 。おお、溶鉱炉、溶鉱炉、溶鉱炉。絶対溶鉱炉だこれ。てかもっとフラワー使っとけばよかった。っていうかもう使え使え、無敵コーラスパイク。ふっ、かっ、微妙だ。トニークッパがコンプレート。あら、コンプレート強いじゃない。スーピン、ここはコンペートを使うべき。どうせあるんや、当たり出まくるんだが。こい、知らん知らん、俺の運だ。キラキラ、おいおい、当たり出まくるんだがマジで。てか溶鉱炉も死んだかこれ。時間間違えた。おっす、当たりしかない。コンペートなんでなんこれ、俺の運これ。本当に本当に運とは思えないんだが。やってるね。知らん知らんってどんどんしおる、うん、落ち着いてください。カジオ様、頭から湯気が激怒されては血圧が上がってしまいます。特艦工事で作ったばかりです。叩かれては危険です。やかましい。どう、死んだのか、まさか。カジオ様、トマトかなって。クカか、未だかつてこれほどわしをこけんしたやつはいない。言ってしまった、切れてしまった。いいだろう、真の姿を。最強の力というもの、トマトだこれ。ふん、でってでー、コアッパだもん、大して変わってないぞ。恥を分かれておる。頭だな、
下がある。行け行けこれ。もう。っていうか、G のウェーブじゃ。さらにって。何？く見切ったり。は？セコ。欲しい。ピーチに来たな。いやでもあれは一撃しか。ということは効かんな。コンショイガー。しかしやばいこいつは。くっそ。ピーチだけじゃねえかこんなの。クッパぬるいな。ちょっと。なんでこいつこんな高速で死ぬ。頑張れって。何？えら硬くなったんだが。バフが消された、うん、じゃあつけなきゃ。体が重いのに来たかって。体の攻撃ができない。下の方が先に死んだか。
勝つた。くっもういいわ、ジーノは星になった。セコすぎやろ。こん。ここが一番のチャンスだ。なんでだよお前、さっき魔法使いだったろ。ランダムかよ。おつ。汚いやつやで、ほんと。来い。汚い。もっと硬いやつだろこれ。こうなったら生き返らそう。あもう、しかしそういう時のためのしやろう。来い。あっ、くそいらつくせこいつ、ほんと。メープルシロップ。惜しむな、惜しむ俺は。来い来てくれ。ん？の？やばそうだこいつも。ビーチがいればなんとか。ああ、頭が熱い。負けるというのか、このわしが。最強の王であるこのわしが。苦戦してよ。こわっぱども。
フリアかな。さあマリオ、最後の一つ思い切り高く掲げるんだ。トゥ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 、つれえわ。トゥトゥタルカゾエがラスボスだった。揃ったんだって。自力マロちゃん、みんな本当にありがとう。ジーノ、スターロードの復活だ。そしてムービー、ぬいぐるみか。ヒゲもヒゲで何もしてないような気がするんだが、俺は。ジーノしか勝たん。いやもうピーチに尽きるだろこのゲーム、ほんと。マロちゃんは生きてたのに。俺があれか、昭和の遺産、平成かこれ。さすがに昭和ではないか。でー、平成や、昭和と一緒にすんなと。でー、なんでやって、64年まで続いた。お前大日本帝国やぞ、昭和は一番長いんやぞ、天皇。トゥ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 、昭和の亡霊は成仏してもろて。昭和はもう大正扱いだ。うっ、そっか、令和っ子からしたらもうそんなことになるんか。悲しいな。キノコフスキー、カエル仙人、宿屋の息子、一回しか勝てなかったやつ。ああ、そっす。昨日？昨日とあれやん。誰やったか忘れた。何こいつら。こいつら！嫁になっとったんか。U3、 ジョナサン・ジョーンズ、かっこええが、一万円にしたいぜ。マロちゃん、ワントまでつけて立派になって。あなたってプリングルス、クリジェンヌ、
俺見てみ、やっぱこうあるべきよ上司は。自分もちゃんと仕事もする、やけん部下がついてくるんだ。うんずり返ってるだけではダメなんだ。で、カシャ。ベローム。で、Thank you。スーパーマリオ RPG1996 年。トゥ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 、あざす。96は昭和だって、昭和やったんこれ。トゥ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 、違いますって96年何してた。キングオブファイター96とかしてました。クリスタラ行くぞ、もうそいつは死んだ。なんかあるん、リメイクで隠されたさらに裏ボスみたいなおるんか。クリア後のボスがいる。おお。てて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 。やってくれるな。まあ何が来ても一緒ですけど。てて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 て。わざとはきれいのじゃろうな、それはわからない。てててて、スーファミ版のエンディングかなこれ。ブッキー島に行ってみろ、そこにおるんか。ブッキーかマスか。てて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 、カジノ、カジノは行ったけん、もう。てけてててててて、はあ。爆裂カブトムシとか、もう絶対嫌よ。でっててて、ホッピングヘイポー。でっててててててて。おお、懐かしいじゃねえか。ボスやっていくとリメイクの最強武器とかもらえる。なんでそんな隠しボスやらんと最強武器が取れんのぞ、おかしいだろ。そういうのを倒すために最強武器があるんじゃないんですか。綺麗になった。俺らがあんなこと言うけん。最初って、おお、わ、捕獲された多分ネズミが猫に今。てててて、てててほれほれ暴れよるもんだって。てててて。
戦場裏の戦い。いや、野良猫がいるんだろう。てってって。綺麗。ポッ。ワロちゃん。藤井先生になった気分だぜ。花火を見てたら大曲がりの花火バン。キノコこんなん本当に打ち上げてほしいな。あんなんできるんかな現実でも。藤井先生ボタン押しても打ち上がらなかった。そうなんよ。できる？じゃあどっかでやってほしいね。キノコの花火をあげてほしい。ジ・エンド。星型じゃなくてキノコで作ってほしい。ザ・エンド。カバネリ・ジ・アイアン・フォートレス。セーブしますか。はい。楽しみの時間かなって。緑になっとる。お目覚めですね、マリオさん。たっぷり眠ってたようですか。マスク、カジオを倒した夢なんて見てませんよね。これからいよいよ武器工場やカジオを倒しに行くマリオさんにプレゼントがありますよ。招待券。メリーマリーホテルのスイートでゆっくり休んで最後の戦いに備えてください。ホテルのスイートをお楽しみくださいね。そこで何かあるのか。情報がオープンしました。モンリス。たまたま。量産型とかおったんか。こいつの量産型なんかあってもないんだが。まあ何ももらえんわな。地図。メリーマリー村。
師匠縁のない村、何が招待券お持ちですね。どうぞごゆっくり。これ金取られるだけやろこいつ。チップ欲しがるやつだろう。おくつろぎくださいまし。ではえーって行けって欲しがってるようですやるからクソがあってあれが喜ぶんだこんなシャワーシーン想像するだけで吐きそうになるわで、何？夜中に窓から強い光が見えたんだ。あれはおそらく星の降る丘だろう。何が起きたのかもしれない。見に行ってみないか。どっ？それかって、星の降る丘。もうチップは取らんのか。星の降る丘、なんでいけんし。ああそういうわけじゃないんか。あ、おらんくなった。しまった。か、奥と奥の方を見てみよう。わっ、アンダーバリの、それは無理じゃろう。確かこの星なかったぞ。これがあの光の正体か。これか。新しい願いだろう。カエル仙人なら何か知ってるかもしれない。カエル仙人、今度こそ有名になりたいってゲス。
自慢のあれを自慢したいのかもしれない。つまりカエル仙人のとこに行ってみましょう。ててベロウメがまた現れたようじゃ。はっ、カエル仙人、ということはベローブはどこに現れたんで。星降る丘な。前の場所。ここはもう違うっちゅうことか。元いた場所よ。あいつらはどこおったかなんか覚えてないぞ。もうカントリーロード、リップルタウン、海、モンスターのところのあれやなかったかな。モンスタウンの前やったような気がするぞ。ここだろ、カントリーロードだよ。いや違う、これだ。最初の水路では、え、こっちでもおったことない。でもモンスタウンから、この俺覚えてるぞ、ベローム神殿。これベロームじゃん。お、いるじゃん。おいって、おい、倒したはずだが、また出おったのか。さすがにもうおとなしくなったと思ったのに。ててー、なんだな、喉がチクチクでイライラするんだな。なんだか高ぶってます。久しぶりに見たらやっぱりちょっと怖いです。お前もクッパ軍団の端くれだろうが、しっかりせんか。そうですね、僕だって前よりもっと強くなったんだ。二度あることは三度あるんだ。もう怖がらないさ。トゥイン、硬いって。スパファイ、こいつに物理は効かん。どうやら僕はマロちゃんだ。ターン、弱点。ポピーがオイラを守ってくれるんだな。フェロ、おい、だからどうした、偽魔法。
う強い、うお、でもな、パターンも雷、やっぱマロちゃんしか勝たん。ドン。俺運ピーつきません。こんなんあれじゃない、ピーチ作られたら積むんじゃね。はあ、すマリオ、マリオで硬いぞ。わーっあーもう最悪だよこいつ。はめられてね。マジで入れ替えるか。こうなったらいかん、全員寝てる。来た、時は来た、メープルシロップ。エラー与えるようになったじゃねえか。まあやろ、そのうち切れるやろ。 MP がこんだけバカすか打ち寄ったら俺にはわかる。やめってもう。
イラつくで、ほんとメープルシロップ攻撃できない。土地は来た。こいつあれやな、マジで。マロ、でもこれ全然攻撃できんですやん。まだマリオよりかはマシやな。持っとった方が良かったな、眠らんやつ。そう思いません？これ寝すぎだ、これ。やったね。もうで食うんやろ。あ、もうまだか。でかした。マロ。テトルシックス。ウルトラファイヤー。あ、終わった。うわうわ、ドカン。お、一応入りはするぞ。案外食らうのか。あ、なんだ、弱えじゃん。回復されたのは辛いが。放置。マロちゃんしか勝たん。こいつが一番だるいかもしれん。もうなんなら、いや、だってこいつ MP 切れんもん。
お、やばれすぎだろこれ。上で。そのうちこれ天井抜けるぞ。雷がね、マジで寝るなっつーの。もう、あー、ちょ、間違えた。あーって寝とけよ。くっす、うっ、あざす。あー、ブリュー。僕もやってくれたの今まで。ほう、舐めるだけか、うんって。ああです、ほっ、舐めてみろや、ほら愛のことを。できるのかよ。パン。食うんは食うんだ。ああ、でも全然眠らんだけで全然ちげえわ。なんでこれは撃てるん。あれ、 MP の消費が薄いっちゅうことか。ゲージや。ここでやっても意味ないでしょ。
こいつがおらんなってからや。やるなら。なんなんこれ、こういう噂ですか？おっす。バカ誰が。やはり尽きておる。クソがあって、ゲージや。もうやるぞ。で倒れた仲間も蘇らせます。ボールじゃないな。こっちか。ならんピッ、そうでもなかった。強すぎーって。ユルさん。ピンチワンパンなんがでかいわ。やべえやな、ほんとこいつ。あー、イラつくわー。コーチ、遅延に次ぐ遅延。いや、こいつのせいやろ、マジで。これやることないしな、ほんと。コンペイトでもしたるか。食うなよ、食うなよ。ペロ、くっそー。ニッセマロがピーチ食えやな。
マリオは食うな。一番マリオ食われるんが嫌じゃ。叩かれて出ちゃうんだな。喉のチクチクがすっきりしたんだな。勝った。で、勝ち、勝った、終わり。よろしいんか。時封印できてた。何か吐き出しましたよ。何だろう。これもしかしたらおじいちゃんの杖か。なぜわかるのだ。おじいちゃんこの辺りで杖をなくしたって聞いたことがあるんです。ならばもらっておけ。立派な魔導士となったお前ならきっと使いこなせるぞ。千人の杖。おじいちゃん、この杖は僕が引き継いで大切に使わせてもらいます。そんなんクリア後にもらってどうするんだ。おい、ほら、帰る千人にゆかりがあるかもしれない伝説の杖です。へーって。ああ、コレクションだろう。疲れた。え、全員分あるってことこれ、なんか。まさか。もしかしてそういうことですか。そんなことないですよね。いや、もう実感帰らせてもらいます、俺は。廊下ボスさんまだいますって。まあそれはまた今度ということで。俺も疲れたわ。終わり終わりって。寝ますって。よろしいか。腰が痛い。腰が。おやすみ、さよなら。では最後に、いやもうええわ、さすがにもうやったし、今日十分やりました。ほら、ほら、あれだろう、8時ぐらいからやってないか、これ1時間になります。お疲れ様でした。ふう、朝から起きとるしな、そもそも。おいでは、また次回。チャオです。